清水公園。清水公園は、千葉県野田市に所在する面積28万平方メートルの敷地を有する民営の自然公園。桜、桜祭りと、筒子、筒子祭りの名所であり、日本桜名所100選に選定されている。日本最大級のフィールドアスレチックをはじめ、園内施設が充実している。野田の醤油醸造業柏屋五代目のモテギ柏、 守るにより1894年、明治27年4月3日に開園。現在は株式会社専修者が管理運営をしている。開園から約120年の間、地域密着、自然思考路線を貫いており、園内にある各種施設と豊かな自然が地域住民の安らぎの場として、四季を通じて親しまれている。設立趣旨はかつてこの地で暮らしていた。 縄文人たちの自然生活の姿を、現代の人たちにも、園内の自然を通して体感し、安らぐ場を提供することを目的として作られたものである。キャッチコピーは、自然と友達。縄文時代には、この辺り一帯は、奥東京湾の入り江であったと推測される、案内湾があり、縄文海進。これは、現在も周辺に貝塚などの縄文遺跡が分布する、ことからもわかる。 江戸川及び支流の座大川沿いの解析国の定地及び下宇佐大地の沿辺が複雑に入り組む場所に立地しているため園内は緑が多く起伏も存在する。園内にあるフィールドアスレチックは日本最大級100ポイントの規模であり特に池の上に作られた水上コースは人気がある。ここには水しぶきが吹き上がる世界初の噴水迷路。 アクアベンチャーもあり、ここも人気スポットとなっている。入園料は無料、駐車場及び各施設利用の場合は有料である。自然が数多く残されているため、近隣の幼稚園や小学校の遠足の行き先としても親しまれている。千葉県民の日をはじめとして、年に数日有料施設が割引となる日がある。東公園オリジナルのご当地、キティ、地域限定。 キキとして、桜アフロヘアーのハローキティがある。モチーフは、清水公園の桜とフィールドアスレチックである。春の花見の名所として知られ、財団法人日本桜の会より、日本桜名所百選に選定されている桜の名所でもあり、ソメイヨシノを中心に、約五十種類に千本の桜が植栽され、桜の季節には、たくさんの桜が咲く。開花期には 桜祭りが開催され、花見客で賑わう。園内のみならず、清水公園駅から公園まで続く参道や、公園外周にも桜が植栽され、花の回廊を作り出している。また、関東有数の筒子の名所で、7万平方メートルの敷地に100品種、2万株の筒子が植栽されている。特に大紫が多く、園内の至るところに植樹されている。 毎年4月下旬から5月上旬の開花期には、筒子祭りが開催される。ほか、梅祭りなども開催される。樹齢300年を超える八重霧島の古木が自然樹形のままで植えられているほか、特筆すべきは、関東では東公園でしか見ることのできないと言われている希少な山筒子である、あずま加を観察することができる。かにも、秋には、 約800本の色ハモミジをはじめとした落葉樹が一斉に色づく紅葉の名所で四季を通じて美しい景観を堪能することができる。清水公園の歴史は古く、1894年、明治27年1月に野田浄油、現、吉マン初代社長の父である、茂木柏守が、金城院、1398年解散の門前の、 林地5,500坪、約18,200平方メートルを、借地料1,000円を全納して50年契約で、借地して増援した、庭園、現、第一公園及び迎賓館、現、樹楽館を、同年4月3日に、町の人々に開放したのが、この公園の起源である。開園当時は、集落園を名乗っていたが、所在地が清水だったことから通称として、 清水公園と呼ばれるようになりその名前が定着した。その後、1929年に林学博士である東京大学の本田清六教授による指導のもとに改良され、同年5月に第二公園を拡張開園して、今日に近い形に整備され、近年公園西側の座大川沿いの定置を拡張増援し、2002年、 平成14年3月26日に総面積7万平方メートルのフラワーガーデンが開園し、現在に至っている。現在のアクアベンチャーがある場所は、乗り物公園と呼ばれる鉄道車両や軍用機などの乗り物の展示施設であった。鉄道車両は、東急でハ200系電車のデハ206号と、国鉄 C57 型蒸気機関の129号機が、 生体保存で展示されていた。また軍用機は、K86D と T-6 的3が生体保存で展示されていた。他にも1970年、昭和45年まで川間駅で使用されていた初代、野田市駅の駅舎が、地区保存されていた。展示されている車両は、部品の盗難が目立ち、さらに露天展示で状態が悪化したため、解体、撤去された。跡地には、 巨大迷路、ピラビリンスが開設された。駅舎の方も老朽化のため巨大迷路開設後の1990年、平成2年に取り壊された。駅舎の部材は、野田市教育委員会によって保存されている。花ファンタジアは、総面積7万平方メートルのフラワーガーデン。公園西側の座大川沿いの湿地を造園し、開園した。開園式は2002年。 平成14年3月26日午後に行われた。フラワーガーデンの名称は一般公募したところ2777通の応募があり、討議した結果、夢があり、覚えやすく印象深い等の理由により、花ファンタジアに決定した。2012年、平成24年3月26日フラワーガーデン、花ファンタジアが10周年を迎え、園内のリニューアルが行われ、 6月2日から10日までの約1週間にかけて記念イベントが開催された。花の咲き具合により入園料が変動するので、公式サイトを確認のこと。縄文遺跡のほか、高梨本家など、醤油産業に関わる近代化産業遺産が周囲に今なお残る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。